検索したら確かに。スイーニー、スイーニー、皆さん見てますか？見てるか。こんばんは。お久しアロハ先輩たち。ASMR 1年越しの再会。1年越し。あ、あった。トールちゃんから呼ばれたから来たよ。あ、そっか、トールちゃんから。違うんだ。違う人格なんだ。違う人だ。2人は付き合ってるんでしょ。そうそう。やばい。設定で。多いよ。あ、こんばんはって言ってる。個性エグすぎんか。北関東に生息するピカチュウ。こんばんは。こんばんは。ピカチュウが和室に座ってる。そう、和室なんですね。そうなんですよ。今虫の音もね、そういい感じに虫の音も聞こえておりますけれども、今夜はですね、私たちは以前行ったバレンタインに行いました、うん、あのクッキング配信がありましたね、皆さん、うん、はい、はい、あのような形で夏っぽい行事をこなして思い出を作ろうという配信を行っていきます。ピカピカギャルンチュ、すごい気になってるよ、みんな気になってると思うので、この洋服たちの紹介を、はい、うん、じゃあみのりからやってくれ。え、なんかこのなんか思い出配信はなんか、あ、こっちか、うん、夏のね、あの、うん、なんかおばあちゃん家、うん、夏休みにおばあちゃん家に行くよみたいな、うん、こう、とを意識したコーデです。おー、たまにしか会えないお姉さんコーデだ。いとこみたいな。いとこ、お久しぶり。小さい時、色濃い思い出になるんだね。恋するんだね、小さい時の。いとこの姉ちゃん。いとこの姉ちゃん。そんな感じです。アロハ先輩で。え、ネックレス出さないの？あ、私持ってる。ネックレスハンダゴテで作る。技術の授業でやったやつ。そうそうそう、ハンダゴテで作る。アロハ先輩のオタクがねえって言ってる。嘘嘘って。いや、なんか去年よりちょっとあのバンドかじってそうになった。去年よりちょっと。それなんなん？地球になりました。そうなんだ。バンドやり始めたんだろう。大学生デビューかな。そう、なるほどね。そんな感じ。変化してる。さ、続いては。続いて。海の家にいるギャルで。かわいい。ピンクと緑みたいだね。そうそう。サングラス。スイ。合わせてる。なってる。付き合ってるでしょ、二人は。あの、自分より背高い女連れてる感じ。アロハ先輩。そうそうそう。アロハ先輩はそんなイケイケじゃないから、うんうん、そうそうそう、アロハ先輩はダサさも必要。あ、地元を引きずってる感じ出さないといけない。ねるちゃんはガチなんだ。ガチの、ガチの海にいる。そうそうそう、かわいい。はい、じゃあチキン太郎社長は、うんうん、でガチュ、もう夏といえばポケモンといえばピカチュウですよ、ね、夏はポケモン。そう、夏はポケモンなんですよ。え、髪型を見せてほしい。ね、そう、髪型ギャル。めっちゃ可愛い。髪型ギャル。めっちゃギャル。こういうギャルさ、いた。いたよね。元気の部屋。いた。こっちこんな感じでやらせてもらってます。はい、すごい。4分の3がギャル。やっぱ夏といえばギャルだからね。そうだよ。ああ、ギャルになりきれなかった。夏はギャル。夏はギャル。ギャルの皆さんはなんか夏の思い出なんかあります？なんか今年なんかやりましたか？夏の思い出なんか今年でも結構バタバタね、あんまりやってきてないかも。そうなんですよね。あ、でもさ、USJ、うん、あ、そうじゃん。行った。USJ ギャルだ。それくらいだね。あれ確かにいい思い出。あとばあちゃん家行った。あ、そうなんだ。ちゃんとそれでナスいっぱいもらって、ナスの揚げ浸しいっぱい食べた。そうなんだ、アロハ先輩。いい思い出だ。アロハ先輩。アロハ先輩。アロハ先輩。こんなややこしいな。今日はトールちゃんいないから。あ、そうだよね。そうだそうだ。今日アロハ先輩したい。今日アロハ先輩。うん、承知した。そういう感じで行くのでOKです。そう、ちょっと今日はゆるりとね、こんな感じで楽しくやっていこうと思うんですけど、うん、はい、あの、いくつ
か夏っぽい行事をね今日は準備しているので時間が許す限りやっていこうと思います。許してくれ時間許す時間これで最後はそしてですね、あの概要欄の購入ページよりアウフヘーベンミニアルバムですね、9月20日に発売するアウフヘーベンご予約いただくと本日撮影したチェキやワイドチェキを漏れなくプレゼントしまーす。レアチェキや、そうだよ、このギャルたちをねゲットできる機会なので、はい、季節のね、あの思い出のスイーニーとしてあのぜひご自宅にお迎えください、はい、お申し込みは6時半18時半頃まであと10時間ないくらいかな、うんうん、なのでそうお早めにお申し込みください。ツーショットとかもあります。そうランダムでツーショットとか、珍しいチェキですかね、そうなんですよ、このねいい感じのお部屋を生かした感じになっておりますので、うん、ぜひねお楽しみください、はい、さてさてということでじゃあやっていきましょうか、はい、やっていこう、何かな怖いやっぱ一味違うな、ロハ先輩は。やっぱ違うわ、先輩だからね。待ってね、じゃあちゃんと靴下履いてから見せ方ファミリーマート、そうファミマ、ファミマソックス、本当だ、見せ方じゃあ最初はですね、まずこのテーブルに置いてあるんですけど、はい、肩抜きをやっていこうと思います。おお、肩抜き1回しかやったことない、ね、そうなんかね、そう地域によってないらしくて、うん、マネージャーさんやったことないって言ってた。え、そうなの。そうあ、そうなの。なんでみのりにだけ教えたんだろう何だろう、アロハ先輩嫉妬深いのかな、なんで俺には嫉妬深いんかな、深い深い深い浮気するのに嫉妬深いってあ、やだ肩抜きみんな知ってるかな、知ってるかな、やったことある人いるかな、難しいっつってる。あ、本当、ね、お祭りとかでよくあるよね。そうなんか形がね俺たちはみんなに骨抜きだけどね、だってくだらないな、笑っちゃった、すいません、続けてください、はい、そう、なんか今ねるちゃんが持ってるみたいな形が書いてあるんですよ、板にね、うんうん、それを形に沿って綺麗に型抜きして、これ何の形これ何の形だろう、あれだよ、やじろべえ、うん、あ、やじろべえね、やじろべえってよく出てきたね、ねえ、本当みたいに言ったけどねるちゃんなの、ひょうたん、ひょうたん、あ、ほんとだ、そう、うん、なんだろう、消火器、なんだこれ、なんだこれ、ジョウロみたいな、なんあれかな、カコンってなるやつかな、獅子落とし、うん、え、これそうには見えないけど、なんだんだろうね、なんだろう、なんだろう、なにこれ、夜間かな、え、夜間か、夜間かもしれない、そう、なんか、うん、こっちはなんか見えるんだけど、うん、これはシークレット、そう、シークレット、面白いかも、ランダムがいいな、ランダムにしようぜ。あ、そっかそっか、これで引いてやってくださいって言ってた、うん、あ、分かる、あ、ありがとうございます、わかるから、あ、かわいい指輪とピンク、あ、そうだ、指輪するんだった、爪もギャル海の指輪何それ、え、かわいい、これすごい、ぴったり、うん、ガチデーの島で買った、アロア先輩やん、じゃあギャルズたちやってみてください、誰だ誰のこと、あ、私とみのりちゃんは休みってこと、ポケモン、え、それかつきちゃん、うちもギャル、そうだよ、そうなんだ、私が私が誰プリキュアになったばっかの人私がそう、これがね、3個くらいしかないって言ってたから、あれ、あ、ね、あ、じゃあ1本どっか行った、あ、あったあった、2人ずつやって、じゃあこっち下にするか、写しやすいか、あ、確かに、そうしよう、しましょう、じゃあランダムで選ばせていただきます、はい、お、楽しい、どれにしようかな、どうしよう、めっちゃ難しいさ、形出てきたら、うん、じゃあ開けたいと思います、え、楽しい、そういうの、なんだろう、開けた時笑わないでくださいよ何これ、なんだっけこれ、なんて言うんだっけこれで、蛇口だ、蛇口の形、蛇口の蛇口の形で掘っていきたいと思います、え、どうしよう、ピンクの、うん、でもこれもさ、別にさ、ランダムじゃない、確かに見えてないから、シークレット、じゃあそっちやればよかった取れない、
ピンクのものしか持たない人。ピンクのもの。あ、ロケット、ロケット。マンボウかと思った。私マンボウ。魚か。ロケット？あ、ロケットでも魚かも。見える。魚かも。マンボウ。じゃあ早速始める。よし、あるぞ。あるぞ。どうかな。大丈夫かな。ねるちゃんうまそうってコメント。ね、うまそう。あんまやったことない。やばい、絵面地味じゃない？大丈夫これ。いや、あんたが派手よ。すごい、うまいこと言う、うん、え、でもなんか意外と簡単だったりする？型抜きって。あ、え、むずくない？むずいよ。そうね、なんかコツとかあんの？ね、なる、なんか、なんだっけ、端っこから攻めてった気がする。端っこ？なんか、余計な、ここ、そうそう、余分なとこから割ってった気がする。そう、やばいやばい。あ、こういうこと？そう、なんか前やった、そうやった。そうでしょ？え、結構硬いんだけど。もう硬いよ、結構。一番オーマイガーシ、びっくりしてきた。日本の文化びっくりよ。あ、どこの人の？あ、もう終わってる、終わってる。ノノ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 ノないで、はい、なんか形変わった。ね、難しそう。全然まず割れないんだけど。本当だ。え、硬いんかな。落ち着け。そんな硬かったっけ？あ、すごい。見せ見せ。あ、すごい。綺麗にいった。さすがや。うまいね。え、なんか前あれ画鋲みたいになるんだよ、時は。わかる。ね、画鋲。もっと硬いみたいな。もう一回で。針だった。あんたがいつも人にやることだよ。もう一回言って。すぐもう一回言ってっていう。え、チキちゃん上手そうって来てる。嘘、上手そう。嘘、でも器用だから、ね、嘘、うん、全然器用。いやでもネルめっちゃうまいんだけど、ね、うん、正確にしてる、ね、うん、塊で取れてる、塊魂。なんか前お祭りでできたら景品もらえた、うんうん、もらえた、もらえた。ちょっと待ってください、今カンペで手元見やすいようにしてくださいって来たんですけど、ちょ、難しいんですよ。片方だけさ、腕まくれば、うん、あ、そういうこと？あ、そうそうそう、ちょっとだけ。ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待ってください。持ってる方の、用事の方だっけ。すごい、なんか目チカチカしてきた。なんだこれ、明るい照明。この、なんだろう、この、この、ピンクが。景品は、トールが後ろからついてくる。どんな景品になってる。ちょっといらないかもしれない。え、あ、トールなんて言いません。さっきからさ、キャラをちょ守ってるんだよね、ちゃんと。そうそう。え、待って、うまくない私。え、すごい一気にいってる。それで見えないのか。あ、そういうこと。お前がだってだってあなたがいた。すごい。オタクを助けてますよ。あ、チェキ取られてる。え、昔は景品じゃなくて現金だった。あ、そうそうそう、そうなの？ギャンブルやん。そう、なんかより血が騒ぐね。血が騒ぐわ、なんか難しいやつが。マイクに当たってるから。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、見て見て見て。え、うまっ、うまっ、うまっ。え、そこむずそう。ね、ここむずそう。あれだ、なみなみ、うん、なみなみ、なみかんですね。すごい、さすがすぎる。うますぎだろ。うまい、うますぎだろ。うますぎだろ。すごい。てか、その形かわいいな。え、俺の地元も現金もらえたの。ねえ、わかるわかる、あったな。そうなんだ。できた。え、すごい、すごい。急に。え、すごい、コマ成功。成功しました。え、すごい、見てください。ゴーシュー、ゴーシュー、コマ。次、すごい。え、これさ、食べれるんだっけ。そう、本食べれるんだけど、なんか終わったチキ、もう一個やろう。ねるちゃんが終わるまで。確かに、ねるちゃんすごい。これだけ。すごいうまいな。ね、すごい。え、これでもここやらない。すげえ。同じ蛇口だ。はい、また？破片がない。やっちゃおっかな。人のさ、飯食べる猫やん。前さ、お料理配信の時さ、うん、なんかオタクがさ、切り抜いてくれててさ、ファンズがさ、うんうん、それでさ、なんか、うん、あの、焼く時だけ貸してって姉ちゃんに言ってさ、最低って言われた。それ思い出したわ。面白い。それはそうなんや。人に気
切らしたりしといて手柄横取りするやつ。手柄横取り、うん、料理も楽しかったな。楽しかった、みんなで。いやマジであんまり火通ってない人参美味しかった、うん、あ、シャキシャキみたいな、うん、なんかみんなでじゃがいも酷評だったよね、確か。なんかみんなでやって、うん、なんかみんなが作ってくれたって思うだけでうまかった。いいこと言う、アロハ先輩。アロハ先輩、あ、食べたんだ。アロハ先輩も食べた。あ、なんか、なんかトーレちゃん、でかい声で笑っちゃった。仕入れしてくれた。あ、そうなんだ。持って帰ったんだ、トーレちゃん。優しい。知らなかった。トーレちゃん後輩だから。あ、そっか、トーレちゃんも楽しい。あ、大丈夫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 だ、大丈夫だ。でも魚見える。すごい、ね、そこのオールだけだ、うん、すごい上手。マンゴー。じゃあ景品はどこですか。景品もらえるのこれ。え、ないないって言ってたよ。クソがよ。現金は現金。イエーイ、できました。上手でした。じゃあ天岐阜で。イエーイ。じゃあちょっとやっていこうかな、うんうん、ふーってやろうかな。ふーって何が何の効果あるんですか。邪魔、お邪魔ドロップ。なんだこれ。じゃあ私もランダムしよう。何が出るかな、はい、チーズ何かな。え、何これ、これ何これ何なんだろう、これ何やろ。チューリップじゃない。え、あ、え、あ、そうか、もうこれか。船かな、ね、これ多くない。これ多くない。これ何なんだ、ね、何なんだろう。ジョウロ、あ、上押すとさ水出るジョウロかな。ジョウロか、あれかな、なんだろう、自転車の空気入れるやつ。ああよく自転車の空気入れてます、まだまだチャリ使ってる。自転車アロハ先輩、チャリ通ですね。そうなんだ、アロハ先輩、そうなんだ。じゃあやっていくよ。はい。え、でもこれ久々すぎてどうやってやるのか忘れちゃった。楽しい。ツン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 、あ、ツンツンがいいんだ。忘れちゃったって言って綺麗に全部切り取るんやろ。なあ、そうなあ、どうやってやったっけな、端っこ。お、え、早くない。え、怖い、今さ一発で結構いったよ。こうや、あ、待って。あー、早いね。あー、早っ。おい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 、違う、うのり、うのり、やる気あんのか。おいおい、え、分かった、こっちの方がさ、いいのかな。言い訳だな。同じことしてる、私と。全く、やっぱあれ割りやすいんだろうね、割りやすいかな、ね、あー、もう割りました。嘘だろ、難しいのか。早いって。そう、なにこれ、なに、ね、なんか怒りみたいな。あ、やじろべって。なんだよこれ、これ何だったんだよ。怒ってる。違うのやってみたら。違うのやるわ、うん、挑戦しよう。2回まではいいって言われてるから。あ、じゃあそうなの、頑張ろう、うん、私3回目だけど今これ。あー、みのりと同じやつ。あ、出た、むずいって。いけるかな。チーム不器用って言われてる。え、器用だよね、みのりちゃん。みのりちゃんは分かんないけど。え？え？とか言って。トールちゃんは器用そう。あ、おうおうおう。だってあれでしょ、あの木工の授業でさ作る椅子のさ、うん、やつで受賞したんでしょ。うん、ね、すごい、本当に。椅子じゃなくて棚ね。棚作って技術の授業で何かに優先した。なんか知らん、なんかほうきの。これ何やってんの。あて、あ、早いって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 。いや、上すぎんだよ、そっちが。上すぎなんだよ、私。1回しか型抜きやったことないけど、うん、それもバリンバリンだった昔。私も1回ぐらいしかやったことない。え、かすごいのよ、やっぱうさぎちゃんだ。さすがなんだ、うさぎ。え、かわいい、かわいい、ね、いいな。なんだっけ、プーマみたいなうさぎ。プーマみたいなうさぎ。プーマみたいなうさぎや、素晴らしい。地味すぎやろ、絵面が。あ、危ないかも。あ、よかった、ギリセーフだ。あ、もうね、うん、もうね、もう終わりもうよ。ねえ、早くない？ねえ、嘘じゃん。これ、見てください。こんな割れ方、こんな綺麗な割れ方あります？うさぎ、あー、かわいそう。痛いよ。そんなもんじゃねえだろ。痛いよ。そんなもんじゃないよ。いい感じ、いい感じ、いい感じ。あ、いいじゃん。ほらほら、いい感じ。ねるちゃんの方式で。え、何方式って。え、こうやってそんなポロポロするあれ、なんかこうやって形に沿って、うん、ちょっとツンツンしてから、端っこから攻めて。違うよ、そこツンツンじゃないよ。
に生まれてなくてよかった本当だよ、いや今日ダメだよ、アロハ先輩だからギリダメだよ、ダメかギリだって今日ダメか、令和の時代に淡々と型抜きする配信めっちゃダダこねるやん、みなりちゃんみなりちゃんめっちゃダダこねるやん私にされたやりたかった、ちっちゃい子にさ、こういう時にさ、帰ってさ、うん、あのおばあちゃんちとかのさ、ちっちゃい子たちにさ、うん、泣かれてさ、もっと大きい声で泣いてあげるともっと張り合ってくる地獄やん何の話だよそれ思い出しました、えその肩抜き持って集合活動を考えてください、見えるかな、これじゃあ2つに割れたウサギを持って、足折れちゃう、まいな、ねるちゃん、ねえ、ね、最後美味しかった、美味しかった、四季みのりが中にグッといきます、はいチーズ、はいチーズ、はいチーズ、もう2枚、オーマイガーン、はいチーズ、あと2枚ください、美味しくない、食べた？食べた？うん。チーズ。ありがとうございます。ありがとうございます。あらあらあら。こなこなしちゃう。こなこなしてるわ。チーズ。ありがとうございます。なんかさ、和菓子の匂いする。え、そう。わかる。落雁の。あ、そうそうそう。確かに、そういう系かも。なんかあの、お花の形の。ああ。そうそう。今取ったチェキはね、18時半まで、うん、あのゲットできますので、はい、概要欄の方からぜひね、ゲットしてくださいね、ゲットだぜ、おーすごいでかーなポケモンやな、ゲットされる側なのにでかでかはい、型抜きは終わり、終わりかな、こんな感じですかね、まあ楽しかった、ね、楽しかった、楽しかった、お祭り気分になりましたけれども、うんうんうん、次はね、私の腕がなりますよ、そうですよ、はい、次は射的をやります、やったー、イエーイ毎年お祭り行ったら絶対やる、うん、え、なんかやってるイメージある、あるね、射的そうそうだよ、見かけたらやってるよね、見かけたらやってますね、さっきテストでやったらめっちゃうまかったな、ね、アロハ先輩、うん、トールちゃんとか言って、アロハ先輩、そう、射的はね、画角をあの変えますので、はい、これはどうやっていいの、うちらが移動していいのかな、あ、じゃあやる、普通に移動で、あ、確かに、うん、あ、でもみんな、あ、そうか、みんな行けないか、うん、確かに、どういう挑戦者から、挑戦者から、確かに、じゃあ、でもみんなやりたいよね、やりたい、やって、じゃあ順番でやるか、うん、じゃあアロハ先輩行きます、アロハ先輩とかスパッカスか、アロハ先輩、先方お手本、先方ですね、先方、得意なので、やっぱりもらいますよ、うん、鉄砲はどこ、あ、鉄砲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 銃を出せ、銃を床に置いて手を上げろ、あれあれ銃がなくなりました、あった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 、ビジュールに隠されていた、尻尾が邪魔やな、こりゃありがとう、はい、これはもう撃てる状態なのかな、あ、ガチャンってされてるのかな、どれを狙おうかな、お、そうですね、最初に的を決めて、じゃあちょっと的がでかいやつ、すごい、ちょっと待って、はい、あ、なるほどね、はい、いきますよ、はい、うわっ、あー、ダメだー、すごい、なんかこれすごい飛ぶんだよね、ね、威力が、結構遠目からやってます、やってます、やらせてもろてます、もろてます、どうかな、あー、惜しい、すごい、これ何回できるんですか、これ、あ、弾、替えの弾もありました、あった、よかった、これ一人何回でも打てるんですか、3回じゃない、3回ぐらい
すごい画角が半分になってる。本当だ。え、すごい。何これ、何このなんか何だっけ、何台もあるの。景品はいろいろありまして、あれさっきどこ行ったっけ、頑張れ、ドキドキ。あー、すごい、さすが、当たりました、ゲット、ゲットだぜ。汎用性高いなこれゲットしました。何それ、なんだこれは、マジック、ラックマジック、なんだ、デーモンズコイン、コインズ、デーモンズ、何これ、デーモンズ、デーモン、らしいです。何それ、ゲスト、イエー、さすがや。じゃあ初席のあんちゃんやります。あー、お店の方、じゃあ次の方、え、景品なんかつけます、ここに、これだけ。あ、確かに、確かに、減っちゃうと増やす、増やしますか。え、さっき月ちゃん欲しいって言って、あ、そう、欲しいもの。でもあれ倒すやつじゃないのか。そうなの、あの黒いのを、クマジックしますか。あ、なるほど、なんか丸がある、そんなあるんだ。あ、それからコンドームとか、かわいいよ、ペタペタシール、倒せそうなの。え、シールだって、本当そうなの。あ、これ倒せやすそうじゃない、動物も、え、ヨーヨー欲しい、 え、懐かしい、そういうの、ヨーヨー欲しいよ。あ、すいません、ほんと。え、これ欲しい。ギャルさん、じゃあ、パターンなそう。黒、なんかさっきなんちゃう、黒のやつ、あ、そこに、あ、倒れた、え、あれで倒れるのかな、倒れるんじゃない、あ、そこにくっつけんのかな、ほんと。じゃあ、これが、これが、受けたら、それにする、はい、射的のあんちゃん、はい、射的のあんちゃんです。あそこにもうセットしたんで、あ、ありがとうございます。え、じゃあいいっすか、やって。そこに行ったら邪魔じゃない、そうですかね。よし、射的で、あの、埼玉じゃ有名だったんですね。地元じゃ負け知らず。地元じゃ有名だったんですよ。地元じゃ負け知らずってわけよ。お前を打ち抜くぞって。ロケットランチャー担当なんでね。うさんくさ。ここで来た。ロケットランチャー。ここはカメラですか。怖い怖い怖い、怖いです、怖いですよ。よし、気をつけて、いきますよ、頑張れ、いけ、いきますよ、いけ、いけ、いけ、ピカチュウ。やばい、どうしようかな。え、どう、いくよ、はい、うん、ちょっと全然わかんないね。黒のとこならどこでもいいよ。黒のとこなの、はい、いけ、
Oh my gosh! ネルの挑戦。ネルの挑戦。やったことないかも。本当？あ、これガチャンコした？した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 。いけ。ヒュー！はい。はい。恐竜の端っこを舐めました。ゾクッとしてることでしょう。すごい、さぞゾッとしてるだろうね、あの恐竜は。下向きにそうね。いけるかな。いけ。あー、むずくない。むずい。え、なんか下のもの狙うときは上目にやって。あ、上目にやったかも。そう、上のやつのやつは上から下に向けていった方が落ちる気がする。やれる。わー、惜しい。壁に張り付けない。あの恐竜狙いだった。あ、惜しかったですね。お、うのり。うのり。うのりと。うのりはここでも射的でなんかあだ名をゲットできるのだろうか。今射的のアヤスだから。射的のアヤス。今射的のアヤスだから。その辺ですね。どうかな。怖いな、なんか怖いな。こっち来ないから大丈夫かな。怖いな。いけ、みのり頑張れ。片手でやるんだ。頑張れ。いけおせみのり。いきます。いけ。あー、全然ダメだね。やば、アホリ、アホリがすごい。それじゃあ倒せないよ、恐竜は。怖い。恐竜の隣を行くんだ。いけ、頑張れ。あー、向こうに張り付いた。ねるちゃんも張り付いてた。そう、向こうに。ダーツに射抜かれたいって来たよ、コメント。うわ、射抜いたのか。射抜いたのか。射抜いたのか。じゃあどのさ、的を狙うか言って。分かった。あの恐竜の隣の、うんうん、あの丸いやつ。あれ、みんな自分だと思ってください。お願いします。コツ教えんじゃないの。コツ教えんのかと思った。いや、なんかこうやって打つときか、こうやって打つかによる。あ、なるほど、うん、こうやって打つだったらもう全体的に上目から打つ。こうやって打つときは下が上に向けて打ってみる。あ、上に行ってみる。屋台の射的の兄さんにしか見えない。あんちゃん、あんちゃん。お、いけ。あー、惜しい。惜しかった今。惜しかった。遊びのねのとこにあった。あの台、あの台倒した。実りとねる、もう1回ずつやらん。もう2回ずつぐらいやらん。いい、やった、やろうよ。チャンス、うん、これみんなで襲われたんだ。的増やそうよ、的。ヨーヨー欲しいもん、ね、ヨーヨー欲しいもんなあ。欲しいよね。欲しいよ。じゃあ緑にしてあげる。とあとなんかボリスっぽいやつにして。違うもん。ヨーヨー、すごい。あ、これ軽いからいけそうだよ。え、それにしようかな。みんなでお揃いにしようね、これ。まだあるんですよね。まだある。そこで、こっち向いてください。はい、チーズ。もう一枚。はい、チーズ。楽しいね。ちょうど的になりたかったんです。どういう、ちょうどよかった。じゃあ、はい、なあ、ありがとうございます。よし、ともう一回挑戦したい人はいるか。したいな。じゃあやりましょう。いいのやって。やりましょうよ。敵屋のあんちゃん。敵屋のあんちゃん。そうそう。どうぞどうぞ。ヨーヨー。いけいけいけ。ヨーヨー当てるまで終われません。そうだな。まずあのシールを狙う。そうそう。ボリス。いけると思う。的でかいしね。そうそう。どうかな。どっか。おやびくしゃよ、びくしゃよ。今上にボーンって行くかと思った。今でガチャンコしちゃん。今カメラマンの方に当てようとした。本当にやってる。面白い。何だったんだ今。そうそうそう、どうぞ。上に飛んで行け、みのり。もらうんだ。
ってみよう、じゃあ。そう。で、これでガッチャン。あ、もっと、もっとガッチャンコ。うん。難しいよね。もっと下かも。あ、そうそうそう。結構力いるんだね。せやで。いけ、みのり。ずるじゃない？すんごい前に出してる。すんごい乗り出してる。ハンデ、ハンデ。ハンデね。増えないよね。頑張れ。いやー、惜しい！惜しい。プンプンだったよ。プンプンのご様子だったな。こいつで。スイッチで。はい、決めてくれ。頑張れ。決める女だろ。そうだろ。来たかな。ガチャンコした。お、来た来た。頑張れ。あ、いいんじゃないかな。うん、いいよ姿勢。姿勢いいよ。その瞳で射抜くんだよ。射抜くんだよ。行け。先輩に混じってプリキュアの綿菓子並んだ。え、かわいい。並んでそう。かわいい。憧れたな、確かに。でかいやつだ。ずっとヨーヨーいじってるよ。一人だけでかいジョジいじった。かわいいじゃない。あ、乗せます。こちら、こちらのメイキを使っていきたいと思います。おー、でかっ。バカでかい。バカでかいですよ。すごい、こんなものが。あってた。すいません、壊されました。あー、壊された。あー、壊された。射的の兄ちゃんに壊された。壊された。さっきよりバラバラやないか。さっきより何を直してたんだ。あられもない姿になってしまった。やったらバラバラ一からになってる。面白い。最悪。嘘やん。あ、面白い。金や女。じゃあ後でちょっとお墓かけよ。はい。
じゃあとりあえず綿飴を楽しみますか。はい、準備しちゃった、ね、え、作った時ない。あっちだ。ASMR シェフって押してください。あ、これどうやってやるんだっけ。スイッチ、あ、そうそう、ここにスイッチがあって。ありがとうございます。スイッチなんかこれ、これオンにして温めて、うん、あ、これやな。そう、温めた方がいいもん、うん、じゃあオンにします。で、これをちょっと温めたら、うわ、回ってる。気をつけて、気をつけて、危ないよ、危ないよ。手入れちゃダメだよ。止ま、止めたらザーって入れて、うん、またやるんだよね。うん、そうそうそう。でっけえの作ろう、でっけえのねえ、見てよ。あー、もうダメだ。あー、バッパラだった。え、その瞬間流れてたのかな。ねえ、見たい。バッパラになった瞬間、よかったな。景品あるあるなの。あ、そうなんだ。あ、そうなの。ASMR。 あ、止めた。わかんない、何がサインなの。あ、わかんない。あ、サインはいい。で、一回止めて今の時間止めてから、止めてから、ザラメを、そう、ザラメ入れて。あ、でもあったかい。やる。あ、すぐ入れよう、うん、もう入れる。うん、ちょっと待ってください。あ、じゃあ持っちゃって、あ、持っちゃって、あ、うん、なんか軽量カップあるね、これ1回かな、ね、かな。あれ、お菓子があった。あ、ハサミ1回いいんじゃない、うん、ハサミってございますでしょうか、うん、どうぞ。ありがとう、すごい楽しみ。わたあめ機は壊さないようにね。だめだね。あ、 ありがとうございます。小学校の時、ビーカー割りまくって実験体質になったことある。体質できんじゃん。そう、できになったこと。やんちゃ。やばい、開けちゃった。開けすぎだろ。やばい。開けすぎでしょ。え？みんな食べちゃう。みんなで食べましょう。ママ、落ち着いて。スタッフさんが美味しくいただきましたのやつや。ママ、落ち着いてください、皆さん。落ち着いて。料理しないのバレる。じゃあ一回止めます。はい。あ、じゃあ計量スプーンで。どれぐらい入れるんだろう。いっぱいなんじゃない。うん、いっぱいでいいと思う。怖いよ。料理長だから。料理長。そう、従わないといけない。あ、そうかそうか。これをね、あの、え、いいよ。僕も入れる？しちゃうから。もくもくしちゃうからね。かわいい。もくもくしちゃうから。もくもくしちゃうからね。もくもくしちゃうから。ビガビガ。タンクなんだ。あ、すごい飛んでる。ロイド。
出てきた。あ、上手。スパイダーや。スパイダーみたい。ね。すごい。みんな髪とかとかついてる。おお、ね、なんでそっち飛んでくるから。え、うまいじゃん。ね、ちょっと。みんなもポケモンゲットじゃぞ。大きな。ね、なんか舐めすぎだろ。マイクのところで席してほしい。あ、すごい。結構飛ぶ。スパイダーだ。スパイダー。飛べ飛べ飛べ。あ、いい匂い。結構飛ぶね。やっぱ空中で食べるか。空中で食べるわ。甘い？味しないです、まだ。私、クモの巣で綿飴作ってた昔。ね、丸くなった。楽しい。いい感じじゃない？ね、めっちゃうまい。うまいね。なんかしゃもじの毛みたいな出てきた。毛玉、ね、毛玉出てきた。なんかさ、昔そのままゲーセンに目線ください。はい、チーズ。ゲーセンにね、綿飴作る機会があって、めっちゃいいやつできるの、こうやって。ボコンじゃなくて。そう、アンパンマンのボコン。あんにゃーキッチーじゃないの。あんにゃーキッチー。はい、チーズ。あと、いの、なんか。はい、チーズ。下になりすぎだもん。刺しちゃえ、刺しちゃえ。すごいいい匂いする、甘い。なんか硬そう。おい、文句言うなよ。あー、取れちゃった。ちょっと待ってください、すごい、やばい。事故、事故。やばい、やばい、やばい。事故が起きてる。宇宙で誰か食べないと。
何の話これみんな、え、んってなってる。え、あ、全員は作れないんだって。やりたい。嘘。じゃあ嘘やん。あ、じゃあ何かを、じゃあ大きいのみんなで作る。いや、次のをはしょるか。あ、出てきた。あ、出てきた。次の機会にしよう。そうそう。あ、え、いい感じ。高い。いいですよ、大丈夫ですよ。いい感じですよ。え、すごい、ちゃんと箸に丸まってる。うん。箸を回さないと。こうやって。あ、箸をこうやって回せる。なんでチキン時教えてくれなかったんですか。いい感じですよ。なんでチキン時教えてくれなかった。いいか。いいか。なんかつけた、取ってつけたようなゴミだ。おおおお。え、うまい。おお。こうやるのね。ない。分かった。ちょっと上目でやった方が取らないかもしれない。綿やろう。綿やろう。綿やろう。悪口か。綿やろう。綿やろう。やろう。悪口か。またやろう。やろうがよってこと？ね、回らないように、回らないようにしないといけないんですけど。すごい綺麗だ。うまいね、トウルちゃん。かも。え、わたあめ先輩じゃん。すごい。いろんな派生が生まれちゃう。あー、綺麗だ。雪見てる人ね。雪、走馬灯見えてる。走馬灯見えてる人やん。え、すごい。いや、ちょっとあの汚れてきたな。どこが？あ、本当だ。容器が。容器。容器が。すごい、止まるとすぐ出てくる。え、すごい上手だね。これどんだけ出てくるんだろう。まだ出てる。まだ回さないといけない。ね、この紙が手に貼り付いたんだけど。ほら、シールみたいに剥がれない。あなたの手が粘土がある。そう、湿ってるから。個性だね。個性、身体的特徴、うん、そうそうそう。基本的にアロハ先輩、何でも敵や何でもいけるね、だって。確かにアロハ先輩はね、地元で何か出てるから。やっぱ、え、すごいね。え、うまっ。うまっ。おい、作ってただろう。すごい、もうバイトしてたでしょ、わたあめ屋さんで。出たかもしれない。夏祭りで。うまっ。だってなんか縁に箸を置いて回し始めたもん。え、知らない。すごい、独自の技や。うん、私のと比べてよ。でかいよ、結構。ね、え、すごい。なんか白くない、ちゃんと。ね、白い。さっき茶色かった、さっき。めっちゃ茶色いんだけど、なんで、ね、なんでそんな茶色いの。あ、入れすぎだって。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。割り箸入れ替えたら。あ、じゃあ一回止める。それか、じゃあ止めてもらっていいかな。え、すごい、いいな。すごい。それチキの原宿に売ってるやつに似てる。ね、これチキのとか言ってますよ。それチキのやつ言ってますけど。じゃあ次の方が行きましょう。うん、行きたい。もう温まってるから。みのりじゃなくて、ね、みのり。あ、みのりちゃんやる。これ置きたいですね。あ、だってこう。すごいね。これのあれは、まあ、これのあれは、これのあれは、これのあれは、死ぬちゃうよ。死ぬちゃうよ。なんであそこに置いたん。打ち抜いちゃうよ。あ、また壊れちゃった。あ、また壊しちゃった。新しいおもちゃ探さないと。じゃあ、オープンしますよ。これいいの？飴入れなくていいの？もう出てる。もう出てますよ。飴ゴー。飴ゴー。ゴーゴーゴー。もうすごい。何なの？前の見てる。もう前の綿で。前の綿で作ってる。付着した綿で作ってる。説明キャラになってる今。説明キャラや。付着してる綿で。嘘でしょ。すごいな。ゆうさんは実力者やで。うまいよ。説明キャラ大
西関西語肌ちょっと浅黒くてね匂い今つまみ食いしようとしたもくもくしないもくもくしないね、うん、かわいいもくもくって言い方がうまいうまい回してるのすごいなんでそんなうまいみんなスパイダーマン見てたからそうだよ、ね、関係ないでしょ絶対関係ないでしょこんなシーンないでしょうまいなえすごい一番うまい説あるわ、ね、うんうまいすごい綺麗にねお掃除までしてねお掃除までして掃除までしてすごいえうまいなめっちゃうまいうまいなおいやこれ見てやったらもっとうまくできんだけどな私も誰も教えてくれなかったもん箸側回すって箸側唯一みのりちゃんだけうまいって言ってくれた上手って言ってくれた育て上手だね子育て上手チキのこと育ててくれよ子育て上手だ子育て上手だよ子育て上手だ子育て上手の広瀬さんなんか聞いたことありそうからかい上手の高木さん育ててくれふわふわすごいさすがや原宿の働いてるじゃん確かに働いてるだろベジタブルのやつおい働いてんだろ竹下通り作ってんだろレインボーのやつ すごい黙ってねうまうまいタケノコ族みたいなやつのところのタケノコみたいなお店の前のわかめ屋で作ってたのどこどこピンポイントすぎなのわかんねえのよわかってる人がいる完璧ねすごい匠がもう一人やっぱネルは何やらせてもうまいわ匠だわ昔学力テストみたいなやった時にさファンミみたいなその時も1位だったし終わりかも綺麗だ上手上手綺麗だ綺麗だそれ私のやつそれチキンのやつえチキンのやつよ色もう一回茶色いやつだよめっちゃ茶色いあなたのやつ茶色だ茶色すぎだろなんでこんな茶色くなる黙れよ黙れ黙れすごいなある意味才能だけど、みのりちゃんもやる？やりましょう。あります時間。そうだ、なくてもやるんだ。うのもなくてもやるけどね。時間なくてもやるけどね。注文時間伸ばそうじゃん。あ、そういうこと？そうそう、チェキ変える時間伸ばしましょう。これぐらいでいいのかな？もうちょい入れたよ。もうちょいじゃん。飴も入れな。飴怖くない？飴なんかガラガラしそうだよね。飛んできそうだよね。食べていい？どうぞどうぞ。どう？食べた？あれ？食べた？美味しい？お箸が。あ、お箸ここに。あ、ありがとう。いいいい。これは。うまい。うん。何その顔？何その顔？危ない危ない。あ、ベタベタする。みのりお姉さんの食べたい。残念でした。みのりお姉さんのは月が。食べます。かわいそう。かわいそう。茶色いの食わされるんだ、みのり。わかんない。みのりちゃんもめっちゃ下手かもしれないよ。ほら、怪しいもん、雲行き。ここまではいかないと思いますよ。わかんないよ。みのりちゃん、あれいいからったら、チキあっち行こうか。頑張ろう。はぁ？頑張れ、みのり。頑張れ。なんかコント番組っぽいな今日の背景といいとかね。ね、なんか。真ん中だ。真ん中だ。お、来た来た。確かに。やりづらい？いける？うん、大丈夫かも。うまい。うまいうまい。うまい。うん。ああ、チキも端側で回すって最初に聞いてたらな。聞いてたらできたけど。ね。聞いてたらできたのにな。怖い怖い。うまいちゃうの？すごい。うまいちゃうの。最初から聞いたできたけどね。すごいなんかエセ関西弁言うよねみのりって。そう昨日配信でも言われた。言ってた。ちょうど。あでもさなんかさ、あいいや。わかった。うん、いや。えでもなんか、うん、ねるちゃんみたいに原宿にならないんだけど。まあ、ねるちゃんはもう桁違いだからさ。だって本業だから。そうそう。本業だから。全然原宿なの。
そうなの。そうそう、私レペゼン池袋にしようかな。じゃあじゃあうちレペゼン秋葉原で。みのえちゃんどこにしようかな。どこにしようかな。六本木。赤羽。赤羽。赤羽でなんかダサい。赤羽ちょっとね。あ、でもうまくない。うまい。うまい。うまい。やったー。あ、うまい。うまいすごい。うまく作ると取られるよ。そうだよ、取られるよ。見ないで。行こうかな。次、あ、うん、
よし、じゃあ。ルノは絶対やりたいんだ。もう絶対やりたい。早くね、私はやりたいの。ネタバレしている。ネタバレ。もう最初から机の上にあったからね。そうそう言えばそうだった。では、はい、お次は、皆さんお待ちかねの、うん、ウノをやりたいと思います。イエーイ、これこれ。そう、うちらといえば。そうですよ。夜な夜なやったんですから。もうね、みのりちゃんがめちゃくちゃ強くて、うん、名付けの上が。そうなんだ。そう、ウエットティッシュ的なのあります。ね、あのティッシュはここにあるんだけど。ちょっと綿あめのね。ね。早く食え。あ、ありがとうございます。どうぞ。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、あのね。すごいんだ。砂糖がすごい。これあ、ベタベタする。やだー。あ、ありがとう。優しい。お祭りの味。え、これも食っていい？いいよ。どうぞどうぞどうぞ。全然食べきれなかった。めっちゃ美味しかった。ありがとう。そう、これが本編だから。こっからが本編だからね、みんな。あ、待って。くっついてる。つきちゃんと同じ形になってる。やっぱ原点なんだよ。やっぱそうなんだ。これが、そう、原点なのよ。これがそうなのか。で、な、何するって言ったっけ？うの？そうそう、なんか飴。飴が。うのりんご。うのりんご。メインイベント、そうなんです、メインイベント。本当はね、これをはしょるかみたいになってたんですけど。そんなことはさせない。やっちゃうよということで。やっちゃうよ。やっちゃうよ。やっちゃうよ。そんな言ってないやっちゃうよ。あれでしょ、中学生の時にあの黒子のバスケで、あのなんだっけ、あの赤いさ、キャラの子が好きだった人とかが良くなっちゃうタイプ、あの神谷さんの声の人。やっちゃうよ。で、そう、やっちゃうよ。すいません、はい、やるのが好きだった人のね。すごい、ちょっとザラザラこちらにウノがございます。これはうちらのうのです。そう、みのりが管理してる。みのりちゃんが管理してる。うのり管理。これ、あの勝った人が持って帰るっていうシステムなんで。あ、そうなんだ。次の人が来ました。勝った人がうのを管理するっていう勝者のやつなんだ。そう、勝者の。え、もういいんですか、やって配ってもらっていい？はい、なんかうのっていろいろルールあるらしいんだけど、うん、まあ、水にの見ろ俺のこの裁きよ。でもさ、最後のカードを数字にしなきゃいけない。そうそう、え、ドロー4とかで終わっちゃダメってこと？そうそう、使わないといけないんだ。そうなんだ。で、皆さんうののルールは知ってますか？あ、確かに、そもそもうののルールわかるかな。なんか一応合ってる、わかるかな。違う。はい、最後にうのって言わなきゃいけなくて、うん、いや最後から、ね、あ、最後ラス1になる前にってことだよ。ラス1になった時に、うん、うのって言わないと上がれなくて、うん、はい、そっから説明すんだ軽くね。確かに、ね、なんか数字をね、なんか色と数字があって、そう、こんな感じでね、そう、なんて言ったらいいんだ、数字だ、なんか同じ同じ数字で色違くてもよくて、うんうん、そう、例えば2の赤と2の緑だったらどっちも出していいよ。で、手札からカードが全てなくなった人が勝ち、うんうん、そうそうそう、細かい、なんかいろいろあるんだよね。こういうプラスって書いてあるやつとかは、そう、こういうのは手札に引かなきゃいけないって感じだから、まあ見てたらわかるよっていう。確かに、ちょっとみんなに相談しながらやりたいわ。でも今日ここで見えてるかも。確かに、スタッフさんにこうやって見せて。あ、スタッフさんにか。何枚でやってたっけ、最初。何枚？ 7? 7だっけ、 10? なんか7で最初やって、うん、少なかったから10でやろうってなったけど、じゃあ10でやっちゃおう。うんうん、じゃあ配るってお願いします。2、あ、すごいすごい、ランダムにそのやばい3、なんか4、びっくりだなえ、なんか5個ある。そう、夏さん用になって、夏さん用5人で、5人でやろうとしてるやん。5、6、なんで1回手持ち替えるの。7
がいっぱいになっちゃう。8 9 10ありがとうございます。本当に10枚かじゃ1回かしかめて。文句ばっかり言ってあんたたちは。お母さんそんな風に覚えて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 何でしょうね。全くもう。10枚あった。ありました。よかったよかった。ないやつあるわ。ない色。嘘。ない色ある。そうだね。4色なんですよね。すごい。こんなに配って。じゃんけんで決める、うん、投稿。買った人から時計回り、はい、うんうん、じゃあそうしましょう。せーの、最初はグーじゃんけんポン。やーやっぱ強いね。うのりやからこうだね。時計回りだから、そうそう、こっちか、いいかも。はい、待って、あ、これじゃダメ、激強カード出ちゃった、うん、よし、はい、絶対みのりには負けねえ。あ、確かにそれの方がいいかも。もしあの余裕の笑みが見えますね。スタート。みのりちゃんから。はい、みのり、みのりからね。みのりから、みのり、いけ、うのり、絶対もうみのりちゃんには負けないと意気込んだけど、クソ手札が弱い、はい、よいしょ、はい、ああ、あやせだ。はい、次、はい、あやせいきたいと思います。ゼロでしょ。はい、おー待って、探しとかないと。綾瀬の勝ちに全財産かけます。言ったね、言ったね。賭けじゃないのよこれ、賭博行為だよ。犯罪ですよ。賭博行為になりますよ、はい、あ、え、すごい、なんだっけ、色が同じか、まだ色が違う、数字が同じか。おい、ルール分かってないやついるぞ。色が同じ、あの、珍しいカード、うん、あ、はいはいはい、だったら出せる。なるほど。スキップとかリバースとか、ね、あ、これですね。みのり、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 分かんないよ。みのりちゃんが助けてくれると思う。射程、射程、裏切りの射程と思うじゃん。と思うじゃん。一生やってるやん。ネルが有利なだけなの。確かに。はい。お。なんだ、言ってみろ、お前の望みは。青で。青、はい、オッケー。ブルー。あれ、うちか。うん、はい、青の何が出せる。なんでも出ます。青の数字か、あ、そう、全部青になる、うん、ってことは、ねるちゃん青が多いってこと。ちょっと印象悪いって。印象悪いって、配信だからさ。みんないじめです、いじめが起こってます。で、こういうのやっても勝つんだよね。そう、そう、最初に。まあまあ落ち着いてって。余裕あるから。オッケーオッケー、配信、はい、あ、来た来た。ずっと俺のターン。ドロー来ました。何、はい、おー、こうね、こうって言う。取るか。え、なんだっけ、同じ数字か。まだ理解してない。何回やったと思ってる、うちら。同じ色はダメ。同じ色は何でも大丈夫。同じ数字は大丈夫。同じ数字もいいし、色は何でも。色も大丈夫。え、違う数字だったらダメだよ。数字はダメ、うん、じゃあこれ、はい、うん、うん、うのりいじめ。もう、あの、勝ち以外ね、もうあの、興味がないんで。また言ってる。うち以外興味ないんで。また言ってるよ。B が B の色だね。何出す、何出す。お、え、え、これアリーだっけ。アリー、アリー。おー、すごい、さすが。出してきたな。始まったわ、始まったわ。始まった。これですな。それですな。これですな。あ、ほら、もう枚数少ないもん。挟んでるから、挟んでるから。あ、ちょっと待ってくれ。あ、待って、俺のターン。ドロー。怖いよ、なんか来る。怖い、何か出してきそう。何か来るんだ。何か出してきそう。バカと思う。怖い。なんだろうな。怖いよ。7、3つ。おお、すごいな。おトリプル3で俺の手札3枚。え、すごっ。
すごいだろ。すごっ。あっ、あんのかい。すごい。あんのかい。どんな手で手を使ってでも勝ちに行くから、俺はうのりに。ナイフとどうしたらいいの。なんだけ取る。めっちゃ手札ある。これ何これ何これ何。あ、それなし。自由に勝てますか。待って、混ざってなかったか。これ何これ。絶対混ざってないよ。そんなことある。面白すぎる。あ、これ出せる、出せる。え、待って、これ出せるんだったら出せたわ。あ、待って、これ出せる。出せないか。色なしになったから。それで一緒か。お腹痛い。あ、出せるか。疲れた。出せる。嘘。うん。え、審議審議。え、これ出せんの？待って。出せないよ。出せないか。そうだよ。これ出せるんだったら執行の手札半分くらい減ってるもん。え、出せない。え、みんな知ってた。分かんない。あれ、待って。何？さっきまで出てた。え、出せるんじゃないのこれ。同じ数字か、同じ色の。色は。やつしか、あの同じ色の、あの、あ、出してるか、出してるわ。嘘。じゃあ光らくてもよかったやん。で、出せるんじゃない。え、じゃあ出しちゃうよ。出そう、出そう。じゃあ今いや、地域性があるからね、うのにはさ。え、じゃあさ、じゃあさ、これ引いてなかったことですよね。よかった、いいよ、いいよ。これ下にする。そうそう、それで出すわ。したら、色をね。同じ色なん出せるよ、だって。地域性。うんうん。ね、いろいろあるんだよね。パイセンずっとルール分かってなかった。え、で、こういう出し方できる？あ、できる、できる。あ、やった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 やばい、ヌルちゃんが上がっちゃう。やっぱ、俺のライバルはネルだったから。私さ、こういう時さ、上がりそうみたいになってさ、結局リリリじゃないですか。あ、確かに。いや、みのりちゃんに勝った貸してるからだ、ずっと。え、次誰？すごいさ、とうちゃん。とうちゃん。静かに決める。ねるちゃんかな。あ、確か。意外よ、ねるちゃんが。うの。おい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 、やったな、やったな。覚えとけよ。1,2,3,4。おいおい、やったな。すごい、覚えとけ。どうしてたのか覚えとけよ。黄色で。おー、ヴィランの。仕方ねえ。ヴィランのセリフなんだよな。ヴィランの手口。そうそう、覚えとけよ。うん、覚えとけ。変わった。ブルーだ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 。ブルー。ブルーだ。あ、ありがとう。やっぱ実りだな。しゃあ。ありがとうございます。上がり。おい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 。やった。嘘だろ。仕方ないな、1位しか興味ねえのにな。あ、こうか、そう、うんうん。あれ、さっき なんて言った、さっき。うの。うわー、ちょっと待って、またこことここだよ。なにこれ、6ね、6の緑ね。うん、嘘でしょ、見て。この手札。あ、私、うん、私か。待って、緑だよ、緑だから。みのりちゃん緑かも、最後持ってんので。変えなきゃ、今変えなきゃ、色、今色変えなきゃ。あクソタレ、強い、クソは。あ、ね、あんなリバースしたのに。ね、あんなリバースしたのに。やはり、なんでだよ、全財産失う人が出るんだよ。やはり強いですね。あ、確か。ないこれ。ないのよ。ちょっと待って、ひどくない？ひどいって。出せるのある？ないよね、ないよね。2対2みたいな。あ、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 違う、違う。ないない。違った。牛でしょ。わかる、これ。初心者のプレイやってるわ。君のターン。俺のターン、俺のターンか。
ちょっと待って、もう一回やりたいんだけどな。うん、首を決めるやつだからな。首振ってた。うん。はあ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 、ガハハ、バカめ、バカ、肩にトゲトゲつけたいとか言ってガハハって、てかクッパだよあんた。クッパだよ。ピカチュウだよ、ピカピ、ピカチュウだよ。ガハハハって、クッパだろ。泥試合。あれ？おい、ずるだぞ、そこ組んでる、うのりと組んでます。まあいいでしょう、バカめ。わかめなっぱうじゃん。くだらねえ。あ、もう勝ちが見えました、私の目には。おい、ダメ、ほら、ルール違反ですよ。ルール違反、ルール違反。でっか。初めて聞いた、この初めての声が。でっか。声量で上回るしかない。我慢せるには声量で上回るしかなかったんだ。バカめ。俺のターン、ドロー。さっきのやつ出さなきゃよかった。何してんの、ダメです、ルール違反を行ってます。バカめ。俺のターン、スキップ、そして行くんかい。ありがとうございました。言ってなくない？何か。ふにゃ。ああああああ。うな。言ったでしょ今。うな。声量で勝つしかない。じゃあ行かせてもらいます。ゴロゴロ。うわ。
これからの、ね、組んでますチーム組んでるんですけど、これをまず出します。まずあ、はい、で何でこれどっちか使っちゃった方がいいですよね。ダメダメ、ズルなんですけど宇野女王と組んでるんですけどじゃあこちら赤にして、はい、赤にしてる言ってる、もう小声でもないんだけどどうぞバカめん俺のターン、はい、2枚出しだ、やばい、4枚引け、え、これ出せる、出せる6枚引けすごいあくそやばい、出た今あって身体的ダメージさっきドロフォー出した時勝てると思ったんだけどなそうだろ、こんなことあるいっぱいや、いや私出していいのこれ、はいはいはい、絡んでるな、肺が鳴っとる、今肺が手が鳴っとる、トラップカード、スキッポ、スキッポだから出すな、ほんだら俺のターン、2枚出し、ラッキーセブン、黄色だそしてバカめ、ウノって言ってねえから2枚ウノー引いてる、早く早くでも黄色ないから、で黄色あったから最悪ねえ、あーやばいねえ、くそくるくるしてるよ、こんなことある終わらねえんだ終わらねえんだ終わらねえんだ4枚引いてくれなんでだろう、なんでこここんな終わんないんだろう、あと4枚ね、宿命のライバル公的衆と書いてね2枚引くしかないか、あーお腹痛い、引きます、あー出します、あーオッケー、ようやく数字が来たようだな、ありがとうございます2枚出しでございます、くっはっはっはバカめなんだろう、スキップだ、俺のターン、ドロー&ゲスは私がスパンズとやるって言って500円出させたのにやってないゲーム、はい、何するドロー&ゲスって、ふちゃうな、ふちゃうな、もういい、いいっすよ、あ、いい、トラップカード発動、もカード赤に、あ、いっしょ、やってる、山の方が少なくなってきたんだけど、嘘だろ、勝ちを確定したのに今何、何色、うん、まあ、スイミーだから青かな、うん、関係ないバカべ、はい、スキップだ、うん、もう一度俺のターン、はい、ドローアンドゲスはファンズとやってまだやってないゲーム2回目、3、2、1、GO、シュウ、わかんない、これあ、いけんじゃない、いけんのか、ウノ&アガリー、やったね、上がりましたまあ狙ってたしね、4位やっと終わった、4位狙ったの、うん、ある意味1位だもんね、そう、狙ってたから4位、こんなことになる、すごい時間かかった、はい、あ、おかしい、こんな感じでね、大阪遠征の5回やったんだから、これでどんなに負かそうと思っても勝つからね、そう、リガジョは、そう、あ、楽しかった。疲れちゃったよ、もう。ウノで、ウノで、ウノ。じゃあこれ全部引いたからこれにしよう。そんなことある？ギュッと寄ってもらって。つやさ。いきまーす。はい、チーズ。わあ。
晴らしい戦いでした。はい、チーズ。でしょ？全財産消えたオタクいるよ。好きに全部かけれたから。そうだそうだ。はい、チーズ。かけ狂いましょう。かけ狂いましょう。はい、チーズ。絡んでできない。笑いすぎてガラガラしちゃって。ガラガラしちゃって。みんなこのチキ欲しいんじゃない？でもあっという間に終わっちゃった。ね、あっという間に終わっちゃった。もう次ウノだけやる配信したい。ね、やりたい。ウノ決定戦やりたい。ウノ配信やりたい。なんかもう何も喋れないってくらい声出しそうだろうなーって言ったから、全身全体確かにうなーって言ったもんね。面白い。また機会があったらうのやりますね、はい、はい、やりましょう。さてラストの企画ですが、なんと、はい、線香花火をやります。イエーイ、楽しみだったね。確かに最後締めくくりは、うん、線香花火ですよ。やっぱそれじゃなきゃ ね。そうだよ、うん、これが本当の順位を決める、うん、あ、そうだったんだ、ね、あ、今のは全部なしで序章だよ、今のは、ね、うん、これからね、やっぱそうなんです。あの後決まるんだよね、順位。勝ちたい、うん、1位しか興味ねえから。1位しか興味ねえ。爆豪みたいな室内で違う、ね、なわけ。怖い怖い。これからね、縁側に、そうなの、そうそう、ここ、ね、移動しますよ、移動しましょう。素敵なお家が、お、やったー、花火楽しみ。みんなでやるの夢だった。やったー、やれた。あや、え、花火とかいつぶりだろ、マジで。ドンキの袋似合いすぎでしょ、ね、確かに似合いすぎ似合いすぎやん。お、やっ、外が夏の花火やろ。暖かい日差しの、ムシムシ。どれやる？え、線香花火全部。黄金花。え、普通のもやりたかった。線香花火。まあ、わがままばっか言ってんじゃないよ。出さないこと聞きなさい。母ちゃん。誰がいい？誰がいいかな？え、種類やな。うん、ね、ネルは靴までギャルやな。そう。本当だ、可愛いやつ。言ってたの。可愛い。やるやな。みんな一緒の方があるかな。じゃあこれでみんな一緒のやろう。4本、4本ちょうどあるから、うん、じゃあ、うん、光が強すぎるって。おお、飛んでる。闇のものには眩しい。やめてくれ。でかい声出しちゃった。今外だからね。そうそう、光が強すぎる。ひそひそ照明が、サングラスられるのか。明るい。サングラスがさ、眩しい。もっと奥？奥に出らって。こっち？私もこれ。これね、靴持ってくればよく。スリッパ履いていいんですか？あ、そっか、ここも一部だから。よいしょ。にゃんこまーん。ありがとう。でかい、でかい。しかしないと。じゃあ、これがいい？これがいい？じゃあ、取る。あ、じゃあ、あんた黄色を、はい、黄色から緑だね。え、これってどっちに行く？こっちか。じゃあ、今から線香花火をつく。おー、で、これで炎を担当。じゃあ、今日一日の、あ、大丈夫？うん、じゃあ、ちょっとなんかねえちゃんの、あ、確かに横向く。あ、確かに。みんな夏を、みんな一緒に。なんか、夏をさ、締めくくる言葉みたいな言ってよ。え、誰が？ナレーション、ナレーション。無理か。めっちゃ無理。それじゃあ、言ってくれる。夏真っただ中、みんな大バンとか、いっぱい頑張ったよね。はい。練習もたくさんして、みんな本当に偉かったと思う。
ども、うん、そんなあなたたちの方にファイヤー、あっ熱っ、待って、こうしよう、吸っちゃったんだけど、そっち側あれか、あ、すごい、どうみんな、わあ、危ないね、あ、花火の匂いが、ね、やばい、やばい、ねるちゃんの方で、ねるちゃんの方行っちゃう、風がね、持っても大丈夫、俺が守るよ、こんな動いちゃった、あ、嘘だろ、あ、ダッシュラック、あ、いい勝負だうちら、早かった。早すぎない、さすがに。しかもなんかちょっと明るいんだよ、この場所。なんかちょっと無事も何もない。あ、実りだ。結局実りなんだよ、市場は。実りだ。似合うね。ね、似合う。ああ、落ちちゃったよ。かわいい。終わりました。というわけで終わりましたね。何この終わり。この順番に終わってた。この順番。やばい、でか。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しかった。初めて、ここ3、4年とかで初めて成功したんです。あ、確かに。花火。楽しかったよ、みんな。花火ないけど、写真撮りますか？あ、やる前に撮ればいい。あ、でもまだありますよ、花火。あ、持つ？持つだけ。あ、持つだけね。前だからいいもん、しんどいしんどい、ちょっと時間に入ってる、ちょっと、あ、ピースピース、イエーイ、ピースピース、まだし食べて帰る、吸ったな、中に、ハイデスタワー、加えてるだけじゃなくてハイデスタワーしちゃった。ちょっとじゃあ、あ、持たなくていいですか？先生、ありがとう。レインボー、レインボー。線香花火のすすめだった、線香花火の動画だった、そう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 って悩んで、どうかな、線香花火楽しかった、どうでした、心霊スポットとつかあった、確かに暗みたい、声でみのりかわいいね、あ、お夏の思い出できた、あ、よかった、うん、よかったぜ、そう、ゲットしてくれた方はね、この楽しいチェキが届くので、うん、ゲットだぜピカチュウちゃんとカメラ見てる、ちゃんとカメラ見ちゃんとカメラ見てうちらも今日でさ、夏らしいことの確かに回収した、いっぱいやりた、確かにので、そう、うんうん、お、
じゃあメンバーに感想を聞いていこうかなと思いました。ピカチュウ、ピカチュウはどうでしたか？あ、ピカチュウ、あ、すごい楽しかったです。あのね、いろいろUNOとかもできて、今度はちょっと、こちらのカメラで、ありがとうございます皆さん、こんなね素敵な、あのお家まで用意していただいて、楽しい夏の思い出を作らせていただきました。本当にありがとうございました。ピカチュウ、来週も見てくれよな。ピカピカ。どうぞどうぞ。はい、うん、なんかこういうね、スタジオ、和式なスタジオで、和式なんていうの、和風な場所でこう夏らしいことをみんなでできて楽しかったです。皆さんもこうやって、ダイナソーダイナソーで、なんか、このご時世ですからあんまり外に行きたくない方もいるかもしれませんが、この配信を見て夏を感じてくれたら嬉しかったです。ビカー、来年もやりましょう。ビカー、ビカー。あれ、静止画かな。静止画だと思った。今日はすごいこのセットでね、みんなも言ってたようにできて嬉しかった。なんか 待合室みたいな、楽屋のところのお部屋が掘りごたつだったんですよ。なんかそれとかも夏を感じられたし、でかー。そう、ちょっと今日はお時間の関係でなくなっちゃったけどね、なんかそうめんとかも、そう、流しそうめんもやりたいなって思ってる。でかべー。なんか綿菓子作るみたいにそうめん集めてみたりしたい。どういうこと？そういうこと、やってみたい。どういうこと？次回も楽しみにしてます。はい、また来年、また来年会いましょう。アロハ先輩、多分また来年なんないと来ないんで。あ、ありがとうございました、本日は。ありがとうございました。そうそうそう、ひこぼし様だから。バイバイ。はい、なんかこの、なんか入ってきたな。アロハ先輩、1年に1回だからいっか。なんか、この1時間の中でこんなにも夏を堪能できるのかっていう、ベガベー、風も吹いて、なんか虫の音とかもあって、これ、あれだよ、BGM だよ、 BGM、これもね、自然の風、そうそう、自然の風、ネイチャーな感じで吹いて、ネイチャーネイチャーったんですけど、ネイチャー本当になんかメンバーとやる初めてのことをいっぱい今日できたので楽しかったし、花火を、ね、メンバーってやるのが夢だったんですよ。え、そうなの？そう、だから今日できてよかった。打ち上げたのに。打ち上げたのに。言ってくれれば。言ってくれりゃ。そう、だからすごい嬉しかったです。また来年も楽しめたらなと思います。ビガビ、イエーイ、ビガビ。ピカチュウが泣いておりますが、じゃあ本当の本当の終わりのご挨拶というわけで、はい、ジェーあー、これ笑いすぎてすごいことになっちゃったゴロゴロしてる、そう、ずっとゴロゴロしてる。はい、でもアロハ先輩、治った？治ったかも。はい、少しでも皆さんに夏のお裾分けができてたら嬉しいなと思います。ピカッチュ。それでは以上、スイーニー